ママ友 A がせこい、というか微妙。一緒に本屋に行った時に、私が、とあるシリーズの新刊を手に取ると、それ、私も買うつもりだけど、今月辛いから買えないや。悪いけど、買ったら先に貸してくれない?と言い出した。冗談かと思ったら真剣だった。A は、生理的に、古本、図書館などの、人が読んだ後のある本がダメらしい。なので、友達との貸し借りもできず、新刊購入のみしかできない。読みたい本を全部新刊購入するにはお金がかかる。生活が苦しい。助けると思って読む前に本を貸してほしい。ってなことをまくし立てられた。気持ちは理解できないわけじゃないけど、先に貸すのは無理と言って、本は買わずに別れた。本は、夫にメールして帰宅途中に買ってきてもらった。別れてから、A からのメールがすごいけど気にしないことにする。なんで自分で買った本を自分が読む前に貸さなきゃいけないんだ。と憤ってたけど、さほど、活字に興味のない夫に、そんなことで喧嘩するなよ、と言われてへこんでる。です。旦那、なんでわからないのかね?自分が欲しくて買ったゲームやら、CD やらを先に貸してくれって言われたら貸すのだろうか。中古物苦手っているけど、友人が目の前で買って、その友人から借りるのも、古本になってしまって苦手って、もし潔癖とかの病気ならかなり大変だね。でも、なんで自分で買った本を、古本、そのママ友によれば状態で読まないといかんのかってことだよね。中古がダメなら、ebook を読めばいいのに。図書館でも、うまく早く予約入れれば、結構最初に読めるのにな。システムにもよるだろうけど。図書館員がカバーつけるのも、すでに嫌だったら無理だけど。本屋で新品を買ったつもりでも、誰かが立ち読みしていった後の本かもしれないのにねわら。潔癖症なのか、本だけがダメなのか。どっちにしろ、病気に近いものがあるから近寄らない方がいいかも。本人が直したくなって治療でもしてくれりゃいいけど。キーボードやマウス、携帯は便器より汚いんだけどね。ズーズーしいね。新品じゃないとダメ、とか当てくしこだわりがあるの、気を使って注意って、なんであんなにズーズーしいんだろう。問題は、自分の潔癖症のために他人が協力して当たり前って態度だろうね。潔癖症の人って、同情されないのよね。死ぬこともないし、汚いって言い出したら、生きていけないのに。報告者。A からのメールなんだけど、人が読んだ本でも、大丈夫なら、先に貸してくれてもいいでしょ?とか、情けは人のためならず、だよ、とか、助け合いの精神がない人に育てられる私子がかわいそうとか、困ってる人に手を差し伸べる余裕もないんだね、生活苦しいの?とか、なんか、地味に HP を削られる言葉を送ってくるんだよね。だんだん、こっちが、悪いことしてる気分になってきてて辛い。ここに書き込んでみてレスもらって、やっぱり変なのは A の方だと思えたから、メールは拒否して縁切りするよ。どのみち、子供の幼稚園も別だし、この先も学校が被る可能性はないから。少し元気出たから、ついさっき来た未読メールを読んでみたら、これから先、私が買った本は、すべて A に貸すこと、約束だよ、とか書いてあって受けた。すべてお断りだと、メール打ってチャットする。です。本読むより、まずは、頭の病院行けって感じだね。すべてお断りだの他に、ズーズーしいにも程があるわわらで着拒しちゃえ。報告者。すべてお断りだを、まるっとそのままメールした後着拒したら、メアド変えてメール来まくったわら。いたちごっこで拉致が開かないので、こちらもメアド変えました。同じ本の虫としては、やっと、子供が幼稚園入って、自由な時間が少しできて本を読む時間ができたのに、肝心の読むものがない、という状況は、かなり同情するところはあるんだよ。図書館、古本がダメ、手当たりでも自分だったらと思うと悲しくなる。なので、読み終わった本をお互い貸し借りする関係なら歓迎するよ、と、帰宅後にメールで伝えたら、あなたに、
私の本を貸すのは手垢がついて古本、図書館と同レベルになるからありえない。そっちの本だけ買ってすぐ読まずに貸せと。セコケチは本当にギブアンドテイクじゃなくてギブアンドギブなんだな。あの後 A 一家が家に来ましたが、超近距離別居の義実家にいて最初気がつかず、ご近所さんから義実家に報告者宅の前で騒いでる人がいるよと電話があり、両乙女さんと外に出てみると A 一家がイルス使うななどと騒いでいました。とりあえず子供2人は乙女さんが預かり、琴女さんに連絡してバトンタッチできるまで我が家で共に、宇都さんと私と A 夫婦で義実家で話し合いになりました。 A は買った本をくれと言っているわけではなく、先に読ませてくれればいいだけ、何がいけないの、メアド変えるとか着去とかひどいと騒ぎ、 A 夫は A にベタボレらしく、 A を悲しませるやつは許さないキリッという態度。宇都さんと2人で貸し借りならまだしも買ったばかりの未使用のものを貸す義理もないし理由もない、いい加減にしろと反論するも場は空回りするだけ。虚しく時間だけが過ぎていきましたが、琴女さんに子守を託した琴女さんと、琴女さんが呼んだ A 夫両親、琴女さん実家のご近所さんらしいですが来て、 A 夫婦を叱り飛ばし、こちらが申し訳なるほど頭を下げて帰られました。どうやら玄関先で騒ぐ A 夫を見て、トメさんが幼馴染の子供だと気がつき、子守をしつつ連絡を取ってくれたみたいです。メアド変更のお知らせとともに一連の事情を話して、メールも見せておいてよかったです。そのご迷惑をおかけした分、義実家で夕飯を作り宴会を片付けて帰宅したのが今さっき。なんだか疲れました。